ビッグエンジェルのエリピオです。はい、本チャンネルの方で一人での動画が上がったと思うんですけど、この動画ではハットクの作り方は、まあ、結構エリ流のところが入ってると思うんですけど、それを載せていきたいと思います。では今から作るんですけど、裂けるチーズが伸びやすいみたいな感じでネットで見たので、もう裂けるチーズ買ってきたんですけど、バター醤油とかローストガーリックとかあったので、でも絶対こっちの方が美味しいと思って、これで今回は作っております。はい、それではこれから生地を作っていきます。はい、まずはですね、絹ごし豆腐をクリーム状になるように混ぜていきます。そしてそこにホットケーキミックスと、あと米粉を適当に入れます。本当に分量めちゃめちゃ適当です。大冒険をしています。はい、実はね、これテイク2なんですね。はい、ここに牛乳を入れております。トロトロ系の生地にしました。テイク1の時にめっちゃ失敗して、すごい生地爆弾みたいなやつができてなのでね、ちょっと2回目はちょっと改良版っていう形で、ただそれも結構適当です。はい、そして割り箸に裂けるチーズを刺していきます。そして裂けるチーズを刺したら、スライスチーズ、とろけるチーズですね、とろけるチーズを巻いていくんですけど、この段階で明太子入りのやつは明太子を一緒に巻いていきます。そしてエリはですね、この巻いてから冷凍庫で冷凍しました。はい、そして冷凍して取り出してからウインナーを刺して生地にくぐらせてから、パン粉をまぶして揚げていきます。はい、でも結構ね、このパターンだと生地が緩いので、ソフトタッチでねすごいソフトタッチでパン粉をつけていく感じになります。はい、そして揚げていきます。はい、いい音ですね。はい、そして完成です。はい、ちょっと不格好ですみませんできました。はい、でですね、この動画は生地爆弾ができたという噂の1回目の動画ですね。見た目はねすごい大きくていい感じなんですけど、本当にね、もう本当パッサパサのね生地爆弾ができちゃってはい、まあこの失敗を経てね、本チャンネルに上がってる2回目の動画を撮りました。皆さん見てくださってありがとうございました。